ではジルの基本的な慣らし方をやっていきたいと思います。音を出してください。まず最初に右と左で叩きます。そして2番目の K、左手を抜かします。このようにタンタカタンタカで叩きます。慣れてきたらどんどん速くしてみてください。